お釈迦様、関東大震災が起きた時、多くの朝鮮人が虐殺されました。今日は97年目となります。東京都では毎年不幸な目に遭った朝鮮人らを弔ってきました。小池百合は恒例を破り、朝鮮人らを取り立てて弔わないとして、追悼式参加を断り、寝頭用の日本会議と酒盛りをしております。日本人に限らず、人は皆祖先の弔いの心を持っています。祖先の霊、ソ連を大事にしない、など、地獄に落ちて当然なのでございます。お釈迦様、小池百合の地獄、定住をおすすめください。小池百合よ、刑務所に行きなさい。自首だよ、自首しなさい。いいね。小池百合です。地獄行きはご勘弁でございます。お金で肩をつけたいとどうでございますか？東京都のお金から出すことが可能でございますか？地獄行きはご勘弁でございます。お金で肩をつけたいとどうでございますか？東京都のお金から出すことが可能でございますか？